猪苗代町の沼尻高原に来ました。今日は大人の雪遊びもします。スキー場の横にできたのがこちらの新しいカフェノーウェアです。布引さんです。よろしくお願いします。こちらどんな楽しみ方ができるんですか？はい、こちらカフェが、ノーウェアというカフェになっております、はい。名前がカフェ&アクティビティなので、カフェとあとそのアクティビティの拠点という、2つの二面性を持ったカフェになっております、はい。グルメも楽しめて、ここでそれぞれの季節のスポーツを楽しめるわけですね、はい。さあ、アクティビティ、この時期一番の注目がこちらのスノーモービル、はい、はい。すごい、目の前で見ると大きいですね。最初私乗り方のレクチャーをいたしますので、はい、でご自分で運転していただいて、はい、コースを一周してきていただいてって形ですね。2人乗りじゃなくて運転していいんですか？はい、運転していただきます。ここにまたがって、はい、乗る形になります。左手がブレーキ、はい、右手がアクセル。だいぶ安定をしています、走ってる感じは、はい、こけるっていうような印象はここではないと思いますので、はい、かりました。で、曲がるときですね、当然こう左に曲がりたかったらハンドルを左に切るんですが、はい、体重移動をしっかりとかけてあげる。当然ハンドルも切らないといけないんですけども、オートバイのレースみたいですね。よいしょー、テンション上がってきた。じゃあ乗り込んでいいですか？よっ、では参ります。これは楽しい。もうなんかもうバイクに乗ってるような気分、また違う感覚がありますよね。すごい、かなり疾走感あふれました。あ、よかったです。藤沢さんからして、はい、スノーモービルの魅力ってどんなところですか？このやっぱり雪景色の中走れるっていうのも一つ大きな魅力なんですけども、はい、この比較的乗って分かったと思うんですけど、安定してますよね。そうですね、こんだけ安定してる中でこうやってモータースポーツができるっていうのも一つ大きな魅力かなと思います。このちょっと怖いなという思う方やお子さんは2人乗りもできるということですね。はい、そうです。続いてのアクティビティはこちらです。自転車といってもただの自転車じゃないですよね。そうですね、はい、ファットバイクになります、はいはい。ご紹介いただく一ノ瀬さんです。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。タイヤ太すぎないですか？はい、これもう手の幅ぐらいあるんですけれども、はい、まあ、このタイヤの太さを生かして、浮力を生かしてこの雪の上でも走ることができるんです、はい。細いと埋まってしまいますから、ね。そうですね、はい、子供用もこれと同じぐらいですね。太いタイヤがついてまして、はい、これで雪の中でも走ることができます、はい。親子で楽しめるわけですね。そうですね、はい。この一ノ瀬さんは数あるアクティビティの中で、はい、なんでこのファットバイクを選んだんですか？私はプロマウンテンアスリートという形で、はい、山のスポーツをですね、いろいろ広げたり、また自分自らレースに出たりしてるんですが、はい、その中のメインとしてこのファットバイクでアラスカを、はい、ものすごい寒いマイナス40度30度の中を何日もかけて100キロ、はい、200キロ300キロ走るレースに出てるという。鉄人レースですよね。マイナス30度とかって想像できます？いや、もう全然もう外にも出たくもないです。本当に寒いんですね、はい。自転車はと一緒で普通にまたがっていただいて、はい、あとは漕ぐだけというシンプルな自転車なの で、はい、でゆっくりこのタイヤの凹凸を雪のこの雪面にかませるような形で走っていただけると一度も足をつかずに一周できると思います。はい、じゃあ足をつかないことが今日の鍵ですね。そうですね。では準備は、はい、よろしいでしょうか？ OK です。一周約800メートルありますので、わかりました。ぜひ頑張ってチャレンジしてみてください。はい、はい、では私についてきてください。おい、はい、お、あ、足ついちゃった早速。目標失敗。いや、でもここからがスタート。
あ、結構スイスイ行きますね。でも下りはなんか良い良いですね。はい、下りはもう本当に気持ちよく。あ、焦らず。そうです、タイヤの凸凹を雪にかませて一度休憩しましょう。あ、登り切りましたんで。ありがとうございます。ちょうど正面に磐梯山が見えますんで、はい、雪がかかってて綺麗ですね。ちなみにここで一つクイズをします、はい、おっと、このタイヤに穴がいっぱい開いてると思うんですけれども、はい、この白い雪が詰まっているところですね、はい、これ何だと思います？これは何だと思いますか？スタジオの田中さん、はい、何でしょう？5、4、3、2、1。はい、ちなみに僕は分かりません。正解はですね、はい、この丸いところ、これ今雪が詰まってますけど、はい、スパイクを埋められるようになってます。金属のスパイクですね、はい、氷の上などを走るときはここにレース中にスパイクを埋めてですね、スパイクタイヤにして走るんですよ。すごい、レースは奥が深い。だから降りましょう。雪の中だけじゃなくても、この安定した自転車にいっぱい荷物を積んでキャンプだとか、はい、山旅ですね、旅に使っていただける自転車っていうのが、まあ、あの魅力ですし、また冬になればこうやって雪の中に走れる、はい、一年中楽しめる自転車っていうことです。板ですか？はい、雪板です。雪板、はい、スノーボードでもない、まあ、スノーボードのもしかすると原型と言ってもいいんですかね、はい、スケートボードとスノーボードの狭間みたいな。そうですね。あー、上手、うまい、すごい、いきます。危ない、あ、こんな感じでいろんなアクティビティが楽しめるというわけで、はい、じゃあちょっと体も温まってきて、はい、足元が寒くなってきたので、はい、カフェご紹介いいですか？はい、わかりました。じゃあ中に入って、はい、はい、ありがとうございます。 OK です。じゃあこちらですね、どうぞ。うわー、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。ありがとうございます。室内でなんか屋外みたいな、そうですね、雰囲気出てますね、はい、カフェタイムにグランピング気分を、はい、味わえる。じゃあおすすめのメニューからいただいていいですか？はい、わかりました。でご準備いたしますので。はい、どうぞ。お待たせいたしました。はい、こちらノーウェアオリジナルスパイシーカレーでございます。あー、野菜たっぷり華やかですね。はい、お肉ごろります。すごいお肉の味が染み出てる、まろやかでそこまで辛くない、みんなに親しまれそうなカレーですね。ありがとうございます。こちらですね、タンクロ牛を使ったノーウェアオリジナルのビーフカレーとなっておりまして、はい、あの希少な、タンクロ牛と黒毛和牛の配合の、牛でございます。こちら、はい、ノーウェアオリジナルの紅茶でございます。で今お出ししたのはフォーコ、火という意味になってます、はい、でこちらは体を温める効能があると言われている配合になっておりまして、で今日今外でアクティビティしていただいたので体が冷えてると思いますから、はい、こちら飲みいただいて体を内側から温めていただきたいなと思ってお出ししております。あ、真っ赤。あ、優しい香り、なんか草木の香りがふわっと鼻を通して抜けるような、ちょっとなんかピリッじゃないですけども、なんかスパイシーみたいな感じもしますね。そうですね、はい、のび太、冬のアクティビティ楽しめて、はい、しかもお腹もとても満たされました。アクティビティも通年を通していろいろ季節のあるかものをご準備しております。食べ物や飲み物、ドリンク等も季節に合わせたものをご準備しております。またですね、私もベーカーがいまして、オリジナルパンを焼いてこちらも販売しておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、オリジナルが満載のノーウェアでアクティビティ、そしてフードドリンク味わってみてください。